花粉には黄砂などが起因となり爆発破裂するような現象が起こることがあるそうです。通常の花粉であれば鼻の粘膜までですが爆発すると気管支や肺にまで入り込んでしまい喘息の原因にもなると言われているようです。通常花粉の大きさは直径およそ30マイクロメートルでこれは一般のサージカルマスクなどで十分に防ぐことができます。しかし花粉が爆発すると細かく砕けその中に含まれているアレルゲン物質が微細化して鼻や喉を通り抜けて気管支や肺に到達してしまうのです。なぜ花粉が爆発するのでしょうか。花粉が爆発するきっかけになるものとして黄砂が広く知られています。他には自動車排気ガス、ゴミ焼却、工場の煙などの燃焼塩原からの硫酸塩や硝酸塩、金属成分などを含む微小粒子状物質 PM2.5 などが花粉表面を傷つけるのです。 PM2.5 などの大気汚染物質に触れた花粉のおよそ6から8割が爆発します。さらに危険なのは花粉のアレルゲン物質が微細化したため PM2.50 の硫酸塩などと一緒に空気中に浮遊するので有害化学物質やアレルゲン物質も1マイクロメートル以下の PM1.0 として放出されてしまうことです。基本的な対策を紹介します。 PM2.5 や大気汚染が激しい日には不要不急の外出を避ける、激しい運動から軽い運動へ変更する、ジョギングから散歩への変更などですね。また交通量の多い沿道での運動を避ける、帰宅後は手洗いやうがいを徹底する、外気を取り入れないようにドアや窓を閉め、風が通る隙間も塞ぐ、 PM2.5 除去可能な空気清浄機を設置する、花粉の時期には室内の床を2度拭きするなどです。もちろんマスクの着用も対策として有効です。花粉症の方は外出する際黄砂の飛来などに注意するよう心がけてください。また花粉の飛散予想はアプリウェザーニュースをご利用ください。